三沢山古墳群は、岡山県岡山市中区の三沢山丘陵一帯に、ある古墳群である。標高169メートルの三沢山から延山、笠西山に連なる丘陵地に、約130基の古墳が確認されている。4世紀から5世紀の古墳時代前期から、中期の古墳が、約30基、6世紀から7世紀の古墳時代後期から、 終末期の古墳が約100期となっている。丘陵東部の葛西山には約30基の古墳があり特に、葛西山古墳主群と呼ばれる。三沢山古墳群の古墳の形態は、前方後円墳、円墳、後墳など様々である。後期から終末期にかけての古墳は、合葬が可能な石組の横穴式積室を持ち、丘陵全体に散在している。 確認されている古墳には番号が割り当てられている。ここでは特に名称のついている古墳を列記する。萩の塚古墳は三沢山山頂から東に伸びた稜線の先端に一致する。三沢山九号墳。円墳で墳球は落泊により小ぶりなものとなっているが、本来は直径10メートル、高さ2.5メートル程度と推定されている。 6世紀後半の造営と思われる。石室は横穴式で長さ8.2メートル、幅1.9メートル、高さ1.9メートルである。三沢三北六の有力者の家族墓と推定される。近年まで石室内には防火用水、用具が置かれており、天井石には火の用心のペンキ跡が残っている。旗振り大古墳は三沢山の南西部。 古代の瀬戸内海航路を望む尾根町部に位置する。三沢山14号墳。明治時代中頃、大阪で、米相場が立つと旗を振って知らせる、連絡書がこの近くにあったことに由来する。一辺27メートル、高さ4メートルの豊墳である。築造時期は古墳時代前期の5世紀前半と推定されている。墳町部には、吹石が施され、継承派には、 伝統埴庭が巡らされていた。墳丁部中央に縦穴式石室が認められる。石室両脇に粘土核がある。石室からは炭鉱、剣、刀、鉄属など、粘土核からはガブと炭鉱、剣、刀、鉄属、ガラス玉、目の玉、マガタ玉などが出土した。八丈岩古墳は三沢山山頂と、 金倉山古墳の中間付近の三沢山山海、狩猟線上に位置する。三沢山19号墳。築造時期は古墳時代後期の6世紀後半と推定されている。直径15メートル、高さ3メートル程度の円墳であったと推計されているが墳球は流出しおおむね失われ、横穴式石室がむき出しとなっている。露出した石室の大きさが呼び名となった。 石室は全長9メートル、原室は長さ5.5メートル、幅1.6メートル、高さ1.6メートル。三沢山丘陵の北陸に住んでいた有力者の家族母と思われる。二股古墳は八丈岩古墳と金倉山古墳の中間付近の斜面に位置する。三沢山24号墳。斜面に築造された山寄せ造りの円墳で直径10メートル。 高さ3メートルであったと推定される。6世紀末から7世紀初頭の古墳時代後期に造園されたと推定されている。横穴式の石室が二股に分かれた珍しい構造をしており、名称の由来となっている。開口部向かって、左側が主室で、長さ5メートル、幅1.2メートル、高さ1.7メートル、右側の脇室は、長さ4.5メートル、幅1.2メートル、 高さ1.3メートル。金倉山古墳は、三沢山丘陵のほぼ中央に位置し、標高115メートルの山頂にある前方公園墳である。三沢山3十五墳。4世紀末から5世紀初頭に造営されたと推定されている。全長165メートル。公園部は、計110メートル。高さ18メートル。岡山県下4番目の規模である。前方部が、 北方向に向いている。首レブには作り出しが認められる。公園部3段、前方部2段の作りで、埴輪が巡らされ、斜面には、吹き石が吹かれる。1953年に公園部の発掘調査が行われた。公園部、いただき中央とその南側に、縦穴式せっかくが確認された。中央部せっかくの方が古い時代に作られている。せっかく周辺から埴輪も、 家型、縦て形など多数出土した。中央せ角は概ね洞窟されていたが、筒型動機、鉄製部具が発見された。中央せ角には、副室があり、洞窟を免れておりのみ、水、ノコギリなどの工具をおもとした鉄器が発掘された。南側せ角も洞窟にあっているが、国産の変形に新四重鏡、玉、鉄製部具などが出土した。 2000年の発掘調査では、公園部の裏面の調査が行われ、円筒葉には、継承葉庭が出土するとともに、粉炭葉庭列と吹石の確認作業がなされた。また、2014年度の発掘調査では、作り出付近において、大主長級古墳に見られる、作形葉庭列が、2015年度の調査では、作り出部分において、採取を行うためと見られる。 石符遺構が2016年度の調査では港茶臼山古墳にも見られる島城遺構が発見されている。沢田大塚古墳は沿山の北西尾根山六付近、沢田集落の近くに位置する。三沢山38号墳。炎墳で直径16メートル、高さ4.7メートル。古墳時代後期の造営。石室は横穴式で、 全長11.4メートル、原室は長さ4.8メートル、幅2.4メートル、高さ3.2メートル、沿道は長さ6.4メートル、幅1.7メートル。大人が十分に建てる規模の大きな石室が築かれている。五国神社浦山古墳、柿の木古墳、石鉄山古墳、京古墳などがある。岡山市設置現地説明板より富山。 学連合町内会 HP 岡山、金倉山古墳に、一時以降作り出しで出土、再始空間演出か。岡山、金倉山古墳で、島城以降出土再始動か。25日に、現地説明会、全国遺跡報告相乱なら文化財研究所。ありがとうございます。